フェアバーンシステム、フェアベルンシステムとは、イギリス人のウィリアム・ E ・フェアバーンが編み出した格闘術の総称。フェアバーン当人の指導時期により、内容が大きく異なり、初期の護身術の要素が強い、ディフェンドゥーと後期の殺傷技術の要素が強い、サイレントキリングに分かれて解釈されている。共に、第二次世界大戦で連合国各国軍に採用されて、 高評価を得て、WW にスタイルクローズクォーターコンバティブスとも呼ばれる。西側諸国だけでなく、東側諸国も含めた現代軍用格闘術の源流である。また、スワットをはじめとする警察特殊部隊の格闘術の源流でもある。都市格闘術だけではなく、ナイフ格闘術や、コンボ格闘術も含まれる。フェアバーンは、 自身の格闘術を市街地戦や屋内戦での拳銃、射撃を中心とする戦術の一部と位置づけており、現代の軍隊の CQB の考え方を先取りしている。イギリス海兵隊員だったフェアバーンは、上海共同疎開公部局刑務所に勤務するために1907年上海共同疎開に渡る。上海滞在中、天皇に 日本武術を指導したと称する、岡田なる日本人から、正幸新き流柔術を学んだ。フェアバーンは、柔術修行の一環のとして、行動間柔道も学び、二段位を受けた。また、1907年には、中国交代号の護衛隊にも訓練指導していた、在沈鈍から永春、拳も学んだ。さらに紫外線や屋内線に適した。 射撃術も編み出し、上海市検察内に、スワットの原型とも言える内容の部隊を編成した。フェアバーンは、この時期の自らの格闘術を、ディフェンドゥと名付けている。1940年に、部下で格闘術の弟子でもあったエリック・エイ・サイクスを連れて、イギリス本土に戻り、陸軍大義となり、サイクスと共に特殊部隊、長報機関、軍の一般部隊などで、 格闘術を含む近接戦闘戦術を指導した。その間に、より実践的な、サイレントキリングを編み出した。1941年には、サイクスと共同で、奇襲攻撃と戦闘に特化した、フェアバーン、サイクス戦闘ナイフを開発している。1942年に、アメリカ合衆国の長用機関 OSS の、教官として招聘され、OSS で指導する。 この時期に、フェアバーンの代表的な弟子で、後に近接戦闘の世界的権威となった、レックス・アップルゲートを指導した。現在でも、各国の軍隊では、フェアバーンシステムに、他の格闘技や、武術の技を加えるなどの改良をした内容のものを、軍用格闘術として採用していることが多い。柔術の当て身の影響から、 パンチはほとんど使わず手刀や手の平底を多用し、逆、投げ、絞り、連行法などを取り入れたほか、補助術も含むなど、体術に関しては岡田から学んだ技術をもとにした、ディフェンドをベースに、上海で習得した中国武術や、実践経験から得た知見を合わせたことで、レスリングやボクシングを基本とするヨーロッパ式の体術とは異なる、技術体系となっている。 ナイフ術に関しては、小撃足のような日本の武器術で使用される脇差しではなく、西洋のナイフ術で使用される一つを重視した諸刃の小型ナイフを想定しており、フェアバーン、サイクス戦闘ナイフもこの技法に合わせて設計された。武器術単体ではなく、後ろから相手の髪を掴んで、ナイフを突きつけて、脅し武器を捨てさせるなど、 逮捕術と組み合わせているのが特徴である。射撃術は、警官としての勤務経験から、軍隊で指導される兵地でライフルを使用する、中近距離の射撃技術ではなく、射線が限られる、都市部や屋内において、拳銃を使用する、近距離戦を重視したものとなった。相手に銃を突きつけられた状態から素早く、身をかわし、銃を奪い取って制圧するなどの対処法も、 教授されていた。ありがとうございます。